おはようございます。今日は今、長野県の安曇野市にお邪魔しております。準備をして、まあ、駐車場を出発してなんだかんだもう6時前5時ぐらいに出発したので来たかったんですけど、すっと起きれず準備ももたもたとかって感じで、今日は、北アルプス、アルプスの女王でいいのかな、つばくろう岳に登りたいと思います。今、まあ、雨降ってたんですけどちょっと青空見えてきてます。まあ、上行ったら晴れたらいいんですけど、まあ、なんか温泉の匂いもすごいな、なんか川も綺麗な、なんかなすごい。まあじゃあ今日も一日頑張るぞ。おー、行ってきます。なんかしんどいな。もう雨降ってへんこれ。青空は見えてたけど、水滴なんかな。そうなんかな。中房温泉登山口相談所ってある。タクシーで来てる人もね、ここまで。5時54分。ここにトイレありますね。スパックロウだけ。インテラあります。じゃあ行こうか。6時丸1分。お手洗いを済まして出発です。ちょっとまだなんかポツポツしてるのでクマちゃんは避難してます。カバンの中に、ザックの中に。結構人気の山なのか、もうすごい人登れるやろうか。
あやさんもストック出しとった方がええんちゃう、あんた足痛め、大丈夫、出す、うん、出します、よいしょ、はい、ちょっともう今日は三大急登ということで、ね、合戦尾根で登っていきますので、ストックを出しました今、よいしょ、なんかすっきりせんな。よいしょ、雨が。なんとなくもう標高を上げていく感じやね、この道は。ずっとつづらわけやな。こう林道を歩くとかそういうこともなく、まあちょっと駐車場からな、ここの登山口までが、道もあります。ちょっと足を上げなあかん部分が多々あって、これが後から疲れに響きそうな感じがね。湿度で暑さを感じるようになってきた。空気は冷たいけど、
根っこが滑るかもしれんから気をつけて。よいしょ。もう一つ上でいいかい、もういいか。はい、すみません、行ってください。すみません、おはようございます。じゃあ、よいしょ。塩飴、サイダー飴、サイダー飴だそうです。おいしい？6時22分そんな経ってないな、出発してからめっちゃ歩いた気したけど、いただきます。まだガスガスやけどな、はい、じゃあ頑張っていきましょう。5時間ぐらいかかるのかな多分下から。よいしょ、合戦小屋までどうやろう、3時間ぐらいで行けんねやろか。よいしょ、よいしょ、どんな感じなのかは全然調べてません。よいしょ、6月29日、明日30日で6月ももう終わりですよね。早い、1年の半分が終わろうとしてます。これから夏山のシーズンなんで、どこ行こうかって感じですけど、休憩箇所やな。ここ下行ったら水場があるんだ、確か。
まだやっと1キロ。まだあと 4.5 キロ。第一ベンチ。第一ベンチ。第一ベンチです。よし。6時34分。よし。1キロですね。中房温泉から。皆さん、ザックカバーせんでいいか？大丈夫かな？綺麗な、めっちゃ降ってへんこれ。だんだん雲が高くなってきました。雲が高くなってたというか、何やろ。ガスガスやったんですけど。緑が綺麗。綺麗よ。先週六甲山登ってまして、で下山した時にちょっと声かけてくださった方がいて、あの鬼山君を見て、でその人に鬼山くんをあやがもうあげたんですね。でその人が今週つば九郎岳に登ると、でそれをつけていきますとかっておっしゃってたんで、で天気が良ければいいですねとか、天気の様子わからなかったんですけど、私晴れ女ですからって言って言ってあったんで、じゃあその人にあやかろうって言って、じゃあつば九郎岳行こうかって言って今日登ることにしたんですけど、まあ、それの人でも土曜日に登るとは言ってなかったんで、いつ登るかは知らないんですけど、なんか一泊するって言ってありましたね。暑い。気温は涼しいんですよ。ずっと登りが続くんで、ここでも先週の六甲山が暑かったんで、先週の六甲山の方がちょっとしんどかったですけどね。まあでもまだ前半1時間も経ってないんで、あの中房の温泉の登山口からこれからなんでしょうけど、しんどくなるのポツ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 降ってるんですけどね、クマちゃんがまだ出てこれません。もうしばらくお待ちください。よいしょ。たまに
こういう岩というか足をぐっと上げなあかんようなところがあって、足のももをビュッと上げながらしんどい。まあでも大阪から何時間、夜10時に出て3時半、5時間半ぐらい休憩ちょっと入れて、遠い。夜はもうずっとトラックが走ってるから怖いですね。トラックだらけで。結構なんか緊張感ある運転で余計に疲れました。まだ続きます。よいしょ。頑張ってよ。めっちゃお腹空いてきた。なんか、よいしょ。でーの。まだ7時でもなってないもんな。よいしょ。この骨組みは何なんだろう。ウイスが泣き出しましたね。なんか荷物を運ぶロープウェイの中だな。物落ちてこんように、なんか上が通った時に、多分そういうことやな、これ。このロープウェイは動いてるよね、多分。よいしょ。荷物運ぶのに使うのかな。よいしょ。はい、第二ベンチ来ましたよ。よいしょ。ちょっとなんか食べます。よいしょ。はあ、はい。よいしょ。9時59分です。はあ、疲れた。この上奥の家やな。施設内は循環して、なんか新しい感覚持っていたい、ね、基本はもう自由あ、いいですね、はい、自由に応じて、お互いに。最後の4号目をダウグッてやったら、この作品の喉ついちゃう。燃えって。
圧縮したぬいぐるみだ選ばれた方オールスバンじゃないのやばい第2便機出発じゃん7時09分、はあ、10分休憩しました、はあはあ、みたらし団子食べて、エネルギー補給完了ずーっと降ってるんでもうちょっとザックカバーしました、はあこれね、平坦な道もあんねんなずーっと登りが続くんかと思えばね、うん、なんかでもちょっと標高上がってきたせいやろか息がちょっとたまにしんどくなるふーっとなんでどれぐらいなのな、もう 2000m 超えて 2028m、なんかお花が出てきたよ。これはなんだ？かわいいでこれ。めっちゃかわいいでこれ。何やろな。もう。あ、ここにもいっぱい咲いてる。ドクダミみたいな形で、でも違うんやろな、これ。うん。有効なショット、うん、はい、おいっぱい咲いてる、かわいいね、かわいいね、あやさん、白いお花が咲いてんね、ちっちゃい、なんかめっちゃかわいい、うん、めっちゃかわいいねこの真ん中がなんていうのかな、どれ、あ、そう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 、真ん中になんか、おしべとかめしべとか、キューってあんねやろけど、これ。こういうの、葉っぱが6つあってさ、その真ん中に咲くみたいな。ほら、これも。はあ、いっぱい咲いてる。いっぱい咲いてます、ちっちゃいのが。よいしょ。さあ、この花は何でしょうね。あ、ここもかわいい。咲いてる。銀杏草がまだ咲いてますよ、ほら目玉の親父まだ 700m 以上上げなあかんもんな、標高まだまだやね、よいしょ、よいしょっと、なんだっけこの子、かわいらしいちっちゃい子も銀杏草があるわ、よいしょ、ところどころでお花が出だしましたよ、よっ、
7時23分。よいしょ。あ、いっぱい咲いてる。銀色像が。はあ、はい、うん、はい、よいしょ。そうそう、これこれこれ、なんだろう、なんだっけ、多分前調べてんで、名前きっと覚えてあ、いっぱい咲いてる、ここ、これ、ほら、なんだろうね、かわいい、赤物みたいですね、これ、調べてた。よいしょ、よいしょ、よいしょ、しんどい、階段がしんどい。せーの、よいしょ。よいしょ。咲いてまして、たくさん咲いてます、こっちもこっちも、はあ、よいしょ、はあ、そしてあやさんが飛んでいっちゃいました撮りたいと思うときに GoPro のスイッチが入らないんですよね、ここもいっぱい出てる、すごい、ちょっと癒されるな、これもうこれも若いな、よいしょ、7時41分。
虫よけ実は虫よけじゃなくてあでも第三ベンチってなってるやん第三ベンチですさっきの第二ベンチから1キロ来ましたまで山荘まで半分ってことあやさん半分かやけどまあこんなもんやもんな7時42分か3分かもう43分ですよてるので座れないです着ける、うん、ちょっと違和感きたよいしょも期待できませんねずっとこんな感じです。何やろ、面白みがあるのかないのか。もうこれは上に登ってからのお楽しみ山やな。階段がたまらんね、これ。ちょっと息が上がるね。よいしょっと。六甲にの万物像のところに似た感じやな多分岩が一緒なんやろな種類がなんていうか知らんけどザレザレ感よいしょあ
気に。コケ、コケコケしてますね。ガスガス。なんかこう首元に落ちてくる水滴が痛いで、高いとこから落ちてくるからパチーンってめっちゃ痛かった今。全然止む気配がないね。出ました岩鏡もう終わりかけの岩鏡が出てきましたよ。はあはあ、もう今年何遍見たことかよいしょ。やっぱこれワープできたな。険しそうやなここ。また赤物がいっぱい出てきた。赤物よいしょ、よいしょ、せーの、よいしょと。これは何やろう、急騰が始まってんのかな。足大丈夫？小刻みに行けないのが辛いなこれな。よいしょ。よいしょ。
よいしょ。これさ、どっこいせのせと。おぉ。しんどいです。笑けるな。うわ、これ、あ、でもなんかかわいいな、これ。なあ、すごい岩やな。登れへん、登れへんな。こう縦にこう登れへん。無理かね。はあ、ガスガスやな。もうちょっと、まあ上どうなんやろう。でももうガスガスって感じやな。はあ、8時丸3分。はあ、ところどころこういうキューンと登らなあかんな。何気にやっぱ急登が始まってる。地味に。よいしょ。あ、もうね。よいしょ。せーの。よいしょ。おっと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 。よいしょ。もうこの3組がデッドヒートですよね。抜いて抜かれて仲間で戦友と言いますけどね、これも。これまた違う花出てきたよ、これ。よいしょ。サメみたいなのになっとるよな、俺。全然一向に止む気配がないじゃん。はあ、ほら、岩鏡が出てきたよ、また。岩鏡に、真正面、ちっちゃいの。はあ、もう終わりや。右避けようか。よいしょ。